国際経営史の講義を始めたいと思います。今日はあの自動車産業の展開についてお話ししたいと思います。それでですね。まあのまあ、自動産業って今すごく熱い。あの産業なんですけれども。えー、まあ、このまあ、最初現代の今科学変えてる。今あここれからまあ10年ぐらいものすごく大きな変化が。 まあすでにこの5年でも大きな変化をとこいるんですけどそれがさらに加速することが予測されますけれどもまあそうした状況をまあどう見るのかえこれが一点それからまあそれをこうえもともと自動車産業というのはこうあのまあ主要産業ですね20世紀二十世紀の主要産業製造業のえ一番中核にあるものでしてまあ経営史経営史の,のケーススタディでもたくさんの事例があの研究されてきたんですけれどもそこの中でも一番 大きな事例としてはフォードと GM の経営戦略の対比,という比較、対抗戦略ということと、それから第二次大戦後のトヨタ生産方式というものが二つ、二台、トピックとして自動車産業の経営史というと、経営史、国際経営史というと存在するんですけれども、それに今日はもう電気自動車の問題、この数年、この10年の電気自動車の問題、電気 EV と えちょっと読みますと、MARS というのは自動運転、EV というのはまああのガソリンエンジンからえで動力がまあ電気に移るということとそれから自動運転というのはこうえ自分まあドライバーがハンドルをあの操作するんじゃないしまああの AI なりまあえ車そのものがこう運転するようになるということで。ということまあ MARS の概念は。 これも、これちょっとすみません、HDMI じゃないので見れないんですけれども、モビリティアーやザマ、サービスの略であり、直訳すればサービスとしてのモビリティとなるとで、現在は各交通サービス、例えば人間がバスであったり、タクシーとか電車とかカーシェア、それから自転車、それぞれ乗ってるんですけれども、アプリで一括,で一括利用。 ということによって、えー、都市 OS と結合すると、まあこれはあまあ感覚でちょっとあの今はわかりづらいんですけど、まあ、こういうようなあのものこうマーズのこう,、えーのこうえー、デバイスとしてこう自動車自動自動車っていうのがこう重要になるというこの三つの変化あのというのが大きいということですね。 で、えー、今日のアウトラインとしましては2020年代の自動自動産業ということでこれはあの田中道明さんの、えー、2022年の次世代自動車産業というまあ2018年、えー、3年前に出された本を、えー、ベースに講話しようと思いますまああのこの田中道明先生というのはこう必謝杯してるんじゃない私必謝杯してるんじゃないんですけれどもちょっとタイトルで GAFA、えー、とか、えー、自動産業とか Amazon とかおも、えー、面白そうなタイトルを見ると大体この田中先生があの書かれてて非常にこう、えー、中身も企業技術のことをよく分かってらっしゃる、えー、先生でまあ、あのー、非常にあの、まあ、皆さんも読まれることを、まあ、あの推奨しますけど、まあ、その彼の自動産業に関する議論を、えー、紹介したいと思います。 でまあ、ちょっと18年ですこの3年間でも大きな変化はあったんですけれども比較、まあ、あの読んだ限り、えー、大筋はあんまりこう外してない、えー、というような印象を持っています。で、まあ、そうしたあの次世代自動車っていうことに至るプロセスの中で、えーまあ、2で、えー、フォード対、えー、GM という問題。 それから、まあ、ビッグジミネスそのもの、の問題、そして、日本で、生産システムの。まあ、トヨタ自動車の、まあ、あの、特徴ということ、そうした、まあ。二三四、二、二と四というのは、オーソドックスな、え、経営史の、こう、あの。ケーススタディ、の、まあ、あの、定番、ということも、紹介したいと思います。まあ、その中で、今の、こう、自動車産業、どう見るか、という視点を、身につけたいと思います。 でえー、経営陣、えー、国際経営陣、まあ、1回から14回の、あのー、講義の中で、まあ、10回まで終わったんですけれども、まあ、最初、こんだけやりたいといったことの半ば、えー、回収できずに終わっている問題もあります、まあ3点やりたいというふうに言いまして、1つには、きょうの自動車産業の今後の展開も含めて、まあ、現代の産業のコンメガコンペティションと、えー、ガーファガーファテスラを,を中心とするような、ガーファ ガバテスラを中心とするようなアメリカ税とえ中国税バースとのまあ,あのがどういうふうなこうあの競争の実態を持っているのかでそれがまあ第一にえお話ししたいということと第二にはそれをまあえ19世紀後半から20世紀初頭のこうア,メリカアメリカの産業経営史のまあケーススタディからえひも解いていくという2つ目と3つ目としてちょっと企業分析えをえちょっとまああのー まあ書法的書法的というか,か、まあ、私なりのやり方というのをご紹介したいということであってちょっと三点目は消化不良にあの現時点では終わっていると思うんですけれども、えー、最初の二つについてはあのー、まあできる範囲で残りのあの十十四回までで、えー、お話ししたいと思っていますで中でもこう、えー、まあその現代のこうメガコンペディション、えー、とまあそこでやっぱり日本の日本のこう製造業 ものづくりというのは生き残れるかというのが、まああのまあ、私も関心がし皆さんもある程度関心のあるところだと思いますので、えー、そのことを、まあ、あのアメリカ、えー、の経営史アメリカのビッグビジネスの展開から、まあ、明らかにしようということまでは、まあ、あの4回でやっていきたいと思います、まあ、大きく分けると、まあ、特に自動車産業、えー、とエレクトロニックス産業ということで、えー まあ、それぞれこう日本はこう自動車王国トヨ,タトヨタであったりとか、えー、ホンダ、日産、えー、というようなこう、えー、日本社が世界中を席巻した時期が、えー、1980年代にあるんですけれども、えー、そうしたこう自動車王国といわれた日本、えー、そしてまあ半導体、家電、えー、コンピューターということにおいて電子立国日本というふうにいわれたこうエレクトロニクス産業と。 えー、つまり1970年代から80年代にかけて、えー、日本がまあ絶対的な競争力を誇ったこの、えー、自動車産業とエレクトロ,エレクトロニクス産業において、えー、これがまあ米中欧というのがこうあの台頭してまああのー。 まあ巨大なその企,業企,業企業産業再編を繰り返す中で、えー、サバイバルで,サバイブできるのかということをそれぞれ考えたいんですがそ,それぞれで考えれないところもありまして、えー、というのはこの自動車産業とエレクトロニクス産業というのが結びついてくるとつまりまあ特にこの自動運転が必要とする AI そしてまあ えー、EV が必要とするようなこう新エネルギー。新エネルギー つまりまあ今後、自動車がえガソリンから EV にの転、まあ、その動力への転換に基づくようなまあ新エネルギーの必要性、電気エネルギー、それから自動運転に必要なこう AI の開発、それだけさらにはまあ AI そのものとその AI 用の半導体の問題、そしてまあまあ m マ r s が必要とするようなこうしたあの AI 社会ですね。えー、というところからするともうここら辺というのはもう,、えー、もうこれエレクトロニック産業と。 もうあのおそらくす、ま、で、あ、にもう、まあ、だいぶ進行しているんですよね、例えば今,の,今の,その発売した自動車っいうのはどんどんこう、まあ、エレクトロニチ化っというのがこう80年代、90年代、0年代と比して協力すごく進んでいると、えー、単にもうそのスマホをその車につないでこう音楽聴くとかそういうのじゃないようなレベルにこう最近発売されるような車はどんどん進化していると。 事実上、車というのはもう電化家電あのエレクトロニス商品に、ま、あのなりつつあるというような状況もあります。えー、ということなのでそのあのこれから2つの産業を主にこう、えー、例えば自動車で言いますとフォードから,フォードから、えー、GM そして、まあえー、トヨタそして、まあ、あの ガーファーまあ今日説明するようなこうガーファーとテスラのようなこうテスラのようなえテク企業それからまあウーバーがカーシェアリングで台頭してきたりとかいうのを見たりとかあるいはそのエレクトロニクスでいうとまあアメリカの,あの出発点としても IBM と GE というまあえ2大企、え、業、ー エレクトロニクス産業がある企業があるんですけれどもそこからまあマイクロソフト、インテルいわゆるウィンテルというような構造になってそれがまあ今の GAFA プラステスだと,いうことあるいはプラス半導体ということになるんですけれどもこの自動車産業の展開という経負ということとエレクトロニクス産業の経負ということはオーバーラップしていくということになっています。 かつまあその経営士の新しい課題としてもそれまで一企業であったりとかこう個別企業個別業種だけをこう見るようなこう経営士っというのがまあ経営か国際経営しではそれなりにあったわけなんですけれどももうこの今の自動車産業とエレクトロニクス産業のこう融合というような事態 えー、さらにはこれこっからまあ、えー、社会社会インフラですね、えー、という風うにこの展開を見てると、えー、そういうまあ個別企業個別業種だけ見ててはあまりこうあの説得力のある議論はあのできないということになります。そこでまあ私この講義での注目としてはその部門間関係ですね。えー、まあ、アメリカの 19世紀から20世紀初頭に関しては、自動車と、あちょうせん、鉄道と鉄鋼と、まああの、鉄道、鉄鋼と金融の関係を見ましたけれども、そうした問題というのが改めてこう問われる時代になっているんじゃないでしょうか。えー、というのがまああの、一応これから、きょうからその14回最後までの終盤のこう国際軽視の課題として、えー、挙げたいと思います。 まず2020年代の自車産業田中道明さんの2022年の次世代自動産業から説明しますこのスライドだけあのあのこのスライドですねまあ日経新聞から持ってきたんですけれどもこれは15日ですからおとといの記事なんですけれどもこれはまあ,あのこの記事を皆さんどう読みますかという話あのあの今日ののスライドのファイルは リソースにも出してますのでそちらを見ていただいたらいいんですけれども、はいえー、これは EV 戦略をこう加速させたというふうに言ってるんですけれども、えー、トヨタ自動車電気自動車 EV 向けの共和国投資にまあ舵を切ると2030年までにエレクトリックビークル EV の研究開発や設備投資として4兆円を投じることを明らかにした EV に後ろ向きとさえ言われていたトヨタが初めての EV のみの投資枠を公表した。 世界的な脱炭素の機運を受け自動車市場がガソリン車から EV に移る流れが強まっておりトヨタも需要構造の転換を加速するとトヨタ EV 年,年350万台世界販売レクサスすべて EV に。 これでも EV に前向きでないと言われるのはどうすればご評価いただけトヨタアキ葉社長は14日の EV 戦略説明会でこう話した従来は25年までに EV15 車種を用意するとしていたがこれを30年までに30車種と改め EV に4兆円うち2兆円 EV 向け車載電池に当てると表明したと高級車レクサスブランダ三35年に世界で100%を EV にするとトヨタはガソリン車やハイブリッド車 HVEV、えー 燃料電車、FCV のすべてを投入する全保有戦略を原則としていると、12日も14日もトヨタは武器はフルラインナップだと全保有を続ける方針を強調したと、うん、それまで2053年の電動化投資はうち武車こう新たな目標、そして8兆円と。 それが9年後の年間 EV 販売が200万台、FCV 込みで燃料電車込みで200万台としているのが350万台に30年までの車載電池投資で1.5兆円から2兆円ということでこ,れはどうこの記事について評価ってあんまりまだ定まってないように思うんですけれどもトヨタ。 というのは今まではこうハイブリッドがいいと、えーえー、この新しい,新しいこう技術体系、イノベーションの体系が生まれるときに、全身的な技術と革新的な技術と、えー、このことは私がは、まあ、自分で実証研究した広告産業なんですけれども、 ちょっとこの、えー、技術革新によ、えー、イノベーションにおけるこれが私結構あのずっとこうあの企業産業技術を研究する中でこうずっと私があの研究しているテーマあの考えているテーマなんですけれども、えー、いろんなイノベーションというこうまあ あの例えば馬車からこう自動車であって、まあ、今は自動車産業で起こっているあの変化っていうのは、えー、もうあの感覚でいうとこう馬車から自動車に転換したのが19世紀末なんですけどそれに匹敵するような変化が100年に一度の変化。まあ、それは トヨタの社長が言う通りなんですけれどもトヨタの社長が今 CM で出てこう、まあ、多分広告代理店に騙されてなんかあの自分がなんか社長が前に出るみたいな感じでこうあのやってるこう一連の,こう、まああのちょっと滑稽な CM がありますけれども、えーまあ、100年に一度の変化であることを彼はそのに、まあ、そういうトヨタとしてはそう思ってるし実際そうだろうと思うんですけれどもそういう100年に一度の変化っていうのがた、ま、やっぱりこう、えー、産業界っていうのはこう訪れてそれが第二次 第4次産業革命というふうにいう視点についてはまああのこ,れこれがまあこの今回の講義のまあ一番中心なんですけれどもじゃそういう技術が起こる時にこうえその技術の経路ですね経路技術選,技術選択というのはえ一つじゃないわけですよね。例えばこの場合で言うとえトヨタで言いますとまああの既存の技術というのはガソリン車であると。フォード GM が確立した まあ自動車産業というのはこうガソリンを中心ガソリン、まあ、それ前の馬車に代わって馬の動力馬のこう、えー、動物の動力に代わって、えー、内燃機関エンジンですねそれによってこう駆動するその、えー、まあ大革新ですね、えー、そういうガソリン車というものと、えー、からまあその新しい時代に行くだろうと。 でおそらくまあそれは最終的には EV エレクトリックビークになるそれはまあ,あの認めてるわけなんですけれどもトヨタとしても、えー、だけどその急に EV に、えー、移行するとじゃあガソリン車はどうなるんだガソリン車で蓄積されてきた技術例えばこう、えー、ガソリン車とこう電気自動車っていうのはこのまあ,あのいろんなこう変化があるんですけれども、えー、まずこうあのー ガソリン車っていうのはこうあの、まあ、安全、まあ、とにかく。 やっぱり車って100キロ100キロ150キロで走るということになると安全でないといけないというのが一番ありましてそのためにこういろいろなこうあのタ,イヤタイヤ車軸車軸であったりとかすり合わせ技術それをどうやって作るのかということが非常に大きな問題でそれ,はそれを、まあ、あのフォードがまあ大量生産体制を作りそれをこう、えーまあ、GM に関してはマーケティングでこう確信したということがありましたけれども、えーまあ、そんなにこう自動車の,自動車のこう えー、メカニズムというところでその新しい貢献はなかったんですけれども、トヨタの場合はその作り方っていうことを完全にこう、えー、フォードのやり方を間骨脱退して作り変えたというのがあるんですが、そ,れその技術というのが、実はもうエレクトロあの電気自動車では必要なくなってしまうというのが、一番の危機でして、一つには部品の、部品数の極端な減少。 であるいは他にはあの電気自動車な例えばオイ,ルがいいオイル交換がいらない例えばあの例で言いますと,とメンテナンスがいらない基本不要と。 えー、となると、じゃあ,、あのーまあ私たち、私でもその例えば自動車のディーラーに行くのはどういうことかって、まあえー、自動車会社、ディーラーからこう連絡があってっそろそろオイル交換の時期ですねという形で、えー、行ってこあれ車検であったりとかあいうところでそういう,こうメンテナンスというのは基本的にその電気自動車では基本不要になるはずに、えー、なりますとそうするとデ、ま、ィ、あえーラー,ーが不要になると。 えー、っていうことになりますよね、まあ、こういうようなこう、えー、部品数の減少とかこうオイル、えー、交換メンタル不要とかこういうことをこう突き詰めたのがテスラ社。もうあのテスラ社っていうのは3タイプしかないんですけれども3タイプしかないんですけれども。えー 常時こうあの、まあ、皆さんがこうあのスマホを使っているときにアンドロイド OS とか iOS があの自動的にアップロードされるような形であのその3機種というのが、えー、常にアップデートされるということですねそれから、販売もディーラーを通さず直接インターネットでこう買えると。と ということでして、ですから、まあ、あのこの記事このトヨタの記事と言うと、えー、なんちでしょうね、えー、今まで15種だったのをこう30種にする種発売するというちょっとこう穴黒というかテスラの場合ですともモ,デルモ,デルだモデル3とモデル3あとで説明しますけれども3種しかないんですねあの車種というのは。でそれをこう標準化してこう販売すると明確なこう。あのえーまあ スポーーツカーそれからまあ高級車それから大衆車という 3, 3, 3, 3つの選択しかないなんですけどそれがこう今受けてるわけなんですけれどもそれに対して、えー、もうそこ15種から30種にするとを売るっていうのはこれはんかこう、えーまあ、これはあの、うん、個人的にはまあ失敗する可能性が高いやり方だなというふうにまあ思ってます。でちょっと話を戻しますと、えー、デストラクティブな技術これはまあこの場合で言うと EV 化。 ね、D, D と言いますけれども、それからまあガソリン車から,、まあ、車からえこちらに移るのは分かったとして、えー、まあこれあのハイブリッド車というのはこうガソリン車とある時そのプリウスみたいなプリウスのようなやつでトヨタがまあ得意としているものなんですけどガソリンの,あのまあオプティマイズしてガソリンとまあハイブリッドをこうあの組み合わせるというやり方なんですけど、これはまあグラディアルな。 変化とということになりますですのでまあ今のトヨタの時代を見てるとこうずっとハイブリッドにおいてはこうトヨタは強いということがありましたのであるいはハイブリッドを押してたわけなんですけれども、えー、このドイツと中国がゲームチェンジそのものこの EV 化というまあドラスティックな。 これを、まあ、あの国を挙げて,国を挙げて、えーまあ、電気自動車の割合というのを例えばあの年間でこう10%にする20%にする30%にするというのは何年までに何とい,いうことを、まあ、国でレギュレートして、えー、強制的にこうあの EV 化を進めると。 というような流れによっておそらくの、の多分トヨタが考えたあのハイブリッドでまず202030年まである程度、こんだけあの進むとでそれからこう EV 化に行くのは、まあ、2030年だろうというふうなあの予測に至ってこう今までやっていたのがもうこれではこちらの EV 化というのは急速に進むと。 いうのでもあのなりふり構わず EV 化にし、まあ、それが EV 化で後ろ向きと言われていた、まあ、ハイブリッドそれから FCV にこう、えー、試行していたこうゆえんなんですけれどもそこからまあ転換しなきゃければならないと、まあ、ちょっと遅きに失したというふうなあの印象がありますねでちょっとこの自動車産業のことを見る場合に、えー、私が研究している航空機産業のレシプロからジェット えのまあこれもまああの航空機の技術としてはレシプロというのは当然プロペラを回すという技術なんですけれどもレシプロ推進というものからそれがジェット推進に変わるというのは航空機の技術においてはまあ非常にこうえドラスティックな変化だったわけなんですけれどもそこにおいても一種のの技術選択の問題がありますで背景としましてはレシプロ機においてえ有力だったのはダグラス。 とまあロッキードですねえまあこれが2大メーカーでえー今、航空機メーカーとしてこう有,名有,名有力なのはこうボーイングですけれどもこれは1930年代までボーイングの良かったんですけれどあの民間機、旅客機ってあったんですけれどもえちょっとダグラスの DC3。 DC3、DC4、DC6 DC というシリーズにまあ押されまして、このボーイングはまああの民間企業が撤退してまあ爆撃メーカーに。B29、B29 からまあそしてまあ B52 と40 47もありますけれども、まあこんなんですね。で、ロッキードはコンステレーションシリーズ。 これは2発,2発から4発、えーまああのまあ、ボディの問題とかあるんです、まあ大筋に言うとこうダグラスの DC シリーズとロッキードのコンセレーションというのがこう、えー、レシプロのまあ2大シリーズで2台メーカーだったわけですね。1950 50年,50年ぐらい前なんですけれどもでその時にジェットというのは1952年に イギリス DH 社のピュアジェットというのもジェットだけで進むというふにってですねピュアジェット、えー、というのがこう、あのー、開発された、えー、ということになります開発されましたでこれからはもうレシプロこの、えー、コメットという世界初のこう商業、えーこまあ、商業用の、えー、旅客機っていうのを開発されるとこれからもうレシプロからジェットになるんじゃないかっていうことがこう、えー、言われたまあそのまあ というふうふにこう、まあ、思いますね、思うんですけれども、えー、そのときにこう、えー、ボーイングが考えたのは、まあ B B あの、爆撃機というのは、これ、もちろん爆撃機というのは軍用機ですから、えー、当然、早い段階からこうジェットを搭載しているんですけれども、えー、そしてこう開発したのが、 707というまあ、えー、ボーイングいったボーイング707といったらまあ,あ,のみ、まあ、あの一番ベストセラーの民間ジェットで楽器なんですけどこれはピュアジェットというものです。で、えー、これは負けてらあのでロッキードは、えーまあ、もうちょっと前進的な技術として、えー、エレクトラという。 ターボプロップ機これターボの力まあターボっていうジェットの力でこのプロペラを回すというそうした比較的まあ前進的なグラデュアルな技術変化ということをやったんですけどそしてダグラスも当初は d c 8というピュアジェット機 をまあ開発すると、えー、まあもちろん民間航空機のリーダーとして開発するというふうに言ったんですが、これにビッグオーアメリカン、えー、イースタン。 えーまあ、ユーザー側がこの DC8、あの DC DC まあ、それまで DC シリーズ、DC3、4、6とたくさん保有していたビッグホーがこう反対するわけです。 でその論理とはなぜかというと、えすでにもうそのピュアビッグフォーっていうのは、えー、たくさんのこうレシプロ機材を持っているわけですね。えー、なんですがそれにもしこう航空、えー、まあ製メーカーの方がこうピュアジェットに移行したとしたら、今までこう投資したこうたぶん DC 六であったりとかっていうのはすべてこうあの資産としても低資産としての魅力まあ価値が極端に低下するわけですね。でさらにはこう、えー、もしあのまあジェットというのはスピードと キャパシティこれが、まあ、あのレシプロに比べて優れているということになりますので、えー、じゃあまあそうなったとしてじゃあまあスピードはいいにしてもあのパッセンジャーアピールはあるからいいにしても、えー、キャパシティという点でいうとこう、えーまあ、レシプロと比較にならないほことたくさんの旅客を運べると。っていうだとどうやってお客さんを詰めるのかと。 というのはその頃ってま1950年ぐらいというエコ,エコノミークラスとかない飛行機に乗るというのもう金持ちの贅沢だったわけですねそういうところでこうそんな採算が取れるわけがないということでこの DC8、まあのちの DC8 は出るんですがそれとは別,この前別の客なんですがこれをまあストップさせるとそしてまあダグラスは DC7 というまあ、えー、ターボプロップというんですね ターボプロップというこれはレシプロの延長線上ですねつまりこのレシプロからジェットっていうジェットに行くだろうということは明らかに分かっていたわけなんですがその時の技術選択において えーまあ、その時点での2大メーカーでやったダグラスとロッキー,ードというのは、まあ、こうしたこう、あのー、既に,既,の既,にその既存のユーザーからの反発で全身、えー、的な変化グラディアルな全身的技術革新 にあったのに対してボーイングはもう民,間民間市場で何もこう、えー、縛りがないわけですね、むしろその地方がないだけに、えー、革新的な変化、破壊的な変化。えー、という、まあ、あのピュアジェットというジェットの推進力だけで飛ぶという、まあ、そうした選択ができたわけです。 このことは結構技術革新を考える場合に非常に重要な等しさを含んでおりましてシュンペーターイノベーションといえばシュンペーターというぐらいまああのイノベーションという言葉そのものはこうシュンペーターの文脈で語られることが多いんですけれども、えー シュンペーターは、えーえー、創造的破壊という概念ですが要するにこうあのイノベーションを起こす主体というのがもともと先進の領域と。 実はこのイノベーションということを考える場合に、えー、先進の利益と後進の利益って実はこうどちらが左右するかというのはあのー、その時点でのこう、えー、技術とか社会の動向の判断に依存するというのが私の見方です一般的にこう先進の利益がいいのかそれとも後進の利益例えばボーイング社のように、えーまあ、旅客市場で地を築いていない方がいいのか。 あるいはそのあのダグラスがロケに地方を築いていたのがいいのか、えー、というのはこう一般的には言えないと思うんですね。うんえー、逆に後進の方だからこそ新しい技術を採用できるし先進の方がすでにマーケットを握っているのでこうあの販売活動、マーケティングでこう成功しやすいとい、えー、った場合に、えー、なんですけれども、じゃあこの競争の結果どうなったのかといいますと。 アメリカの AI メーカーというのは国内線のアメビッグ4、アメリカン、ユナイテッド、TWE、イースタンというのともう一つ、パンナムこれはまあイギリスのジェットで戦後イギリスのジェット6か国を利用する、BO、英国海外航空。 まあ英国海外航空と競争していたまあパンナムというものは BOAC イ,イギリスの航空会社と競争するためにはえピュアジェットが必要であるという形で707とそれからまあえ新しい DC8。 こしいんですけれどもそのこの時期に最初に発表した DC-8 とは違う、えー、その後にこう実際に開発された DC-8、まあ両方,両方発注するわけですね。それによってもう一気に、えー、この1950年代後半っていうのはレシプロカジェットにこうそれまでこう全身的にもしかしたらそのターボコンパウンドター,ボタ,ーボターボプロプリでやったりとか、えー 実際ットつまりターボコンパウンドですねすいません。まあ例えばターボコンパウンドの方が静かなわけですね。でデイビッドエジャートンというまああのデイビッドエジャートン 私も本を訳したことがあるんですけど、まああのえー、研究仲間でもあるんですけれども彼によると「彼はまあショック・オブ・ザ・オールド」という本もあるんですけど意外とこう,、えー、こういう技術革新においてはこうあの遅いあの遅れた技術の方が結構こう残存するということを主張している方なんですけれども、えー、しかしまあこの場合ですとパンナムがこうあの70のーと DCA1 度の発表したことによってこうあのこの ビッグフーっていうのが一気に d c 8ないし、まあ、DC−707 を発注するということによってこれどうなったのかといいますとまずロッキード、まあ、まずターボプロップっていうのはそのピュアジェットに比べてスピードもキャパシティもあも低いあの踊っているということでまずこのエレクトラっていうのが全然売れなくなりますでそしてまあロッキードっていうのは後にトライスターでまあ再参入するまで航空機市場からあの旅客市場からまあ撤退と。 でダグラスも、まあ、DC8 はそこそこ売れたんですけれども、えー、ボイグのようにその、えー、ボイグがこの,、えー、の707というのは、KC135 という、まああのまあ、輸送機ですね、軍用輸送機これに、これに対する軍事発注があったので、えーこのまあ、巨額のこう開発資金を必要とする707という開発できたんですけどダグラスはそうした軍用契約なったなかったので、結局、えー まあ経営的に経営的破綻してしまって、えー、マクダネル・ダグラスにマクダネル社に、えー、買収あの、まあ、吸収されるとでことごとさようにこうしたあのレシプロからこうあの、まあ、航,空機航空機の場合だったらレシプロから、えー、ピジェットへの,、ま、あの転換というのをこうドラスティックに何,何十年 何十年一度の変化が起こるともうそれによって会社,の会社そのものがなくなってしまうというような変化が生じうるということで特に航空機産業の場合ですとこうした創造的破壊こうしたボーイングのような アウトサイダーの勝利というものがこう、出てきたという状況が出てきたわけです。で、ここから振り返って考え,考えますと、このトヨタっていうのは、こちらのこう、先進の利益と同時に、先進の不利益、リスアドバンテージですね。 えー、先進の利益もあるし後進の利益もあるとまた先進の不利益もディスアドバンテージもあるし後進更新の不利益もあるとこのマトリックスがどう,どう,どういうふうにその競争環境に、えー、企業にこう影響を与えるかってこれがまあ,あのなんちゅうかこ,うこれに関してこうバシッとしたこう,なんかこうしたらいいっていうようなこうセオリーっていうのは多分ないと思うんですけれども、えー、じゃあこれはあのトヨタの場合で言いますと。 ガソリン車においては当然 GM, GM フォードに比べても今日はこう解説しきれないかもしれませんけれども GM フォードに比べてアメリカの自動車作りに比べて日本の車作りというのはかなり生産性が段違いに。 違うと、いいということが1980年代から90年代、そして現時点ですら、現時点においてもそういう状況,状況が続いているんですけれども、そういうところでのガソリン車での生,生,あの生,産,力、まあ、生産性の優位。 まあこれを失うわけにはいかないのでハイブリッド車というまあグラディアルなこう技術変化ということにまあ頼,り頼らざるを得ない状況がまあ依然として続いていると。ですけれども事態というものは、まあ、ドイツ。 日本がアドイツ、中国を引き起こしたこうゲームチェンジ、EV 化という流れのもで、それに対応を余儀なくされていると、そうするとこう、結局こう部品部品、部品の生産であったりとか、ーラーまあ、販売システムであったり、ディーラーシステムであったりというような、そこでの優位性がこう失われてしまうという、ことですね、えーまあ、そういう,こう、あの ガソリン車で優位であったが故に,であったが上にいくらそこでそのあの自動産業で利益は利潤があったあの資本があったとしても逆にそれを全部こう破壊してしまって EV に行くというのはむしろ中国の方は最初からこうあのガソリン車においてそんなに優位がないわけですが最初から EV 化、えー、というようなこう更,新の更新の利益の追求に行けたのは、まあ、中国と。 後で見るよう中国というのは EV 化で使用にこう進んでいるわけなんですけれどもこういう問題があるわけですね、そしてまあ先進の不利益としてあるのは例えば他の例であるのはこうカーシェアリングですね、ウーバーとアメリカではもうタクシーより,タクシーよりウーバー、タクシーよりカーシェアと。 コスト的にも利便さでもこうカーシェアの方が進んでいるというふうに、まあ、これは田中さんの本で出てくるわけなんですけれども日本のほがこ,これはもしタクシーよりカーシェアが進んでしまったらこれタクシー業界どうするんだと。これはタクシー業界のカーシェアに対する反発。 これで、まあ、あの先後に見るように、まあ、あのカーシェアというのはこうあの自社自動車を考える場合にこう避けては取れない問題なんですけどこれが日本においてはこうタクシー業界の反発によって進んでいないというようなこう自動車王国であるからこそ日本が築いた自動,車自動車王国の行動そのものが、えーまあ、国際競争のまあ失格になっているということが言えると思います。ちょっととこの中身について説明しますと まあ田中道明さんによると、次世代自動車の産業をめぐる戦いの構図、3つの構図があると、第一にはまあテクノロジー企業対既存自動車会社の戦いであるという側面、テック,メテックカンパニーと、それからまあ第二として、日本、米国ドイ、ドイツ、中国の国の一瞬をかけた戦いであるということ、これが2点目の側、二つ目の側面、3つ目の側面として、すべての産業と秩序と領域を定義し直す,しししし直す戦いであると。 えー、というま三つの側面からこうあの見なければならないとまあその通りだと思います。まあちょっとその三つを整理した後で、えー、その中でも一番こう有力なあの企業主体であるテスラについてちょっとご紹介したいと思います。 まずこの自動車産業の再編ということをめぐってテクノロジー企業と従来自動車を作ってなかった企業と既存の自動車会社の戦いがあるんですけどまずテクノロジー企業をいますとテスラこれは一番最後、口述しますけれども EV 化を推進するとクリーンエネルギーのエコシステムの構築をしていくと。 第二に Google ですけれどもこちらテスラが EV 化を推進したとしたら Google は自動運転を推進して人々が有意義に時間を過ごせるようなスマートな社会を実現するとそして2009年から自動運転自動化を推進し まあ非常に長い試,行試,行試験走行距離を蓄積しあるいはカメラ高精度マップをつけて Google マップ等との連携 Google マップとの連携そして AI を搭載した車作りと Google 自身は車そのものを作るのではなく自動運転に関するデータを運用しそしてまあ,あの あ PC, PC あるいはそのスマホにおける、えーまあ、検索エンジンの、えー、検索エンジン OS の支配との延長線上でこうオープンプラットフォームとしての OS を握る、えー、戦略になっています。そして Uber このライドシェアという先ほど言いましたこう、あのー、日本ではあまり普及してないけどこうアメリカ中国では普及している仕組みなんですが、えー、これはまあ単,単なるこうなんかこう乗り合い自動車みたいな感覚ではもうない。 ですねえーまあ、ビッグデータと AI をこう掛け合わせたようなそういう,こうテック企業になっているということですそれから、まあ、アマゾン自身もこれ,これはアマゾンはこの3年でこんなどんだけ進展してたかわからないんですけれども、えー、アマゾンの、まあ、AI スピーカーのア,マアレクサが、えー、音声認識 AI アシスタントを、まあ、車に搭載する流れになっているとそして、まあ、自動運転家としては、えーまあ、これと同時に今、まあ AI 運転というのは先ほど言ったように半導体消費が激化しているのでインテルそれからグラフィックボードとか作っているので有名ですがエンビディアなどがこうした自動車産業に参入してくるとつまりこれまで自動車産業のプレイヤーといいますとトヨタ日本勢のトヨタそれから GM フォード ドイツでは、まあ、えー、フォックスワーゲン。などが、まあ、中心だったんですけれども、えー、まあ、そういうところはまああこ、えー、まあ、あの。進行の、こう、まあ、ガーファー系、ガーファー系と言ったんですけど、まあ、テック企業っていうのがこう、伸びてきているということですね。そして、まあ、日本、アメリカ、ドイツ、中国の国の印象をかけた争いとしては。えー、まあ、先ほど言ったように、その、まあ、あのー、テック企業というところでの競争力では、まあ、アメリカは。 えーまあガーファーテスラっていうのは非常に強いのでこうしたまあテクノロジーを武器にあの GM フォードっていうのは1990年代以降えまあ GM もまあ倒産したりであったりとかえ日本経営が遅れようとったんですけれどもえそこに対してまあテクノロジー企業がこうえ突出しているという側面とまたあの GM フォードも結構忘れではなくてこうえまあ自,あの自動運転それからまああのエレクトリックビークルにはまあ えなんていうい、ねえー、るという感じですそしてまあ日本というのはまあハイブリッド構成で、ハイブリッドここで言ってまあプレウスのようなハイブリッド構成で、まあ、絶対に負けられない戦いということになってるんですけど、まあ、こ,うこういうふうなこういうことを言うときっていうのは、大抵もう負けるときの発言ですよね。 でそれからまあ日本勢というのはまあトヨタ、ホンダ、日産というのはやっぱりこうものづくりということに関しては車づくりということに関しては独特の安全性ににに対すするる信頼ととといいううものが日本勢にはあるということになりますドイツと中国に関してはまああの次のスライドで見ますけれどもまあゲームのルールそのものがガソリン車からハイブリッド車を越えて直接的に EV、e、車に。 転あの転じていくということになります、えー。これはドイツはこうケースっていうのあのこの先ほど言った三つの変化に関して、えー、ケース なぜかドイツというのはこういうインダストリー4.0とかこうケースとかマーズもありますけれどもそういう新しいコピーライトにうまいんですけれどもえコネクティッドいろいろつながったそれからまあオ,ートのオートノマス自動運転それからシェアードサービスえーエレクトリックえというようなこうえ4つのこれからの車の方向性ということに合致したえ戦略を練っていると。 と、まあ、いうのはこうネガティブな,ネガティブなあの出発点もありまして、えー、ヨーロッパはこうディーゼル車がもともと多くてそれがハ、まあえー、排ガス規制となったんですけどそれをこうフォルクスワーゲンが非常に組織的に隠蔽していたという問題がありましてそこから、まあ、ディーゼル車ディーゼルのまあ規制議論がおりまして、まあまあ、あの欧州全体でこう、えー、EV 化すると、まあ、ドイツが EV 化に踏み込んだのはこうしたこうあの社会的な背景があるということになります。 そしてまあ中国というのはまあ消費国から製造国としてのえ自動車強国へまああの転換することをこうえ考えていると、えー、2019年以降販売台数の10%以上新エネルギー車えーとすることをまあ義,務化義務付けているということであったりとかまあ次世代人工知能の開放、えー、革新プラットフォームとして、えー まあ、ガーファバイドゥガーファバースでいうとこのバイドゥですね、えー、中国版グ、えーグルが国の、まあ、自動運転事業を委託されているという形で、まあ、おそらく中国というのが、えーまあ、アジアにおいてこうあの覇権を握るんだろうという形、まあ、それは分からないですけど、まあ、こうしたこう中国、ドイツ、中国、まあ、ド,イツドイツ、欧州、えー、それから、まあ、アメリカ。 まあこの4か国4地域の中でどこがにあの波権を握るのかというようなこういった、まあえー、既存の自動車メーカー対、えー、テック企業、えー、という第一の側面それからまあ、えー、国国まあこの4か国のこう争いというそういう側面がありますけれども、えー、さらにはまあその、えー、もっと深い、えー、意味もありましてこれはまあ自動車産業っていうのは20世紀の中学的な産業、えー、なんですけれども。 えそれがすべての産業と地上を地上の領域を定義し直す戦いになっていると、えー、つまりこれはもう最初のところでありましたの、ね、でそらくまあこの,このまあ車。 IT、それから電気、電子に加えて、こうやっぱりエネルギーということ、この要素っていうのも非常に大きな要素で、とですね例えば、あのうんとで説明しまするとイーロン・マスクなんですイーロン・マスクが、イーロン・マスクが、まあそうですねまあそれと決済ですね、それと決済。 テスラ社の,決済,というの決済とはビットコインで受け入れるかどうかあるいはそのエ,ネルギーエネルギーの供給元としての,そのクリーンエネルギーをどれだけ導入しているかということをこうあのえまああの判断基準にするというまあそうした反応もありますけれども電力、エネルギーですね。エネルギー電力 まあ車というのはこう車だけにとどまらず IT、電気、電子、エネルギー、電力、決済とそういうことに関わるようなことでしてあるいはまあ車から都市と車と都市これもつながっているというのはこうインダストリー4.0あるいはほ他の言い方で言うとソサイティー 5.0。これなんかあんまりソサエティー5.0ってあんまりこう中身っていうのなんかよくわからないんですけれども、考えているやっぱ車型都市っていうのが非常に重要なあの要素なわけですね。で、例えばトヨタの場合ですと、トヨタがウーブンシティっていうのを富士山の市っていうところに作ってるのは、え。ー ご存知ですかねある知とあることを、まあ、CM 等で CM でたくさん CM してますからこうしてるんじゃないかということを前提にして話してますけれどももともと富士の裾野のの市というんですかねトヨタの工場があったところに、まあ、トヨタの工場その敷地というのをこう、えー、都市新しいウーブンシティという,こうスマートシティですね都市というかスマートシティですね。 を建設するとでそこで、まあ、あの自,動運転自動運転の実験をしたりとかさまざ、あ、ま試験走行をしたりとか新しいその生活を、えー、プロデュースすると、えー、それは、まあ、ものすごく巨大な投資をしかもこうト,ヨトヨタ本社じゃないしそのトヨタの創業権一族の資金から出してこうやるというこれどういう意気込みなんだろうと、えー、自動車会社がこう新しいこう都市を作るるというのはなぜかと、えー、こういうふうに考えてみると実はこの車 えと都市という2つのこう、えー、人間が、まあ、人が,都市人がこう、えー、住まう環境ですね移動,移動したりさっき言ったマーズということになりますけれども。 居住環境そのもののが、えーまあ、バージョンアップしていくと、えー、その時にこう IT であったりとか電気,電,気電子エネルギー電力、えー、それから決済、まあ、というものが、えー、結びついて転換、あのー、していくというところでこうあのトヨタとしてはこの車,と、えー、車が変わるためにはまず都市も都市も変わらなければならないと、えー、このまあトヨタの試みがまあ成功するかどうかは、まあ、あの私は分からないんですけれども、えー、そういう,こうあの危機意識というのがまあ背景にあるということになります。 クリーンエネルギーのエコシステムとして電力、エネルギーとそれから車と車がまあこれは IoT 化ですね。その中で通信ですね。 まあ大雑把に言えば、まあ、あのこうしたこう車、IT 電気、電子エネルギー、電力半導決済それからまあ半導体通信、都市とこういったまあこの関連する、えー、案件、領域という問題が、えー、経済安全保障 そういう概念の中で、この A、独、A、王、独というか、まあ欧州ですね、A、王、中国、日本という形で、この四四四つのこう核の中でこう競争が起こっていると、まあこれをめぐるこう争いということが、今のあの産業構造の変大変動のまあ外観図になるということですね。 それで、えー、また電力、エネルギー、通信とのフュージョンとしてはガソリン車から、えー、EV 車への断定がして、まあ、問題としてはこう、えー 石油ガスよりあ再エネの方が安くなってきていると、しかし日本は原子力と石炭燃料、化石燃料に固執しているということになっていますね。こういう状況の中でこう、日本がどういうふうにこう、日本の自動車メーカー、それから日本の産業がどう対抗していくのかということになると思います。次にテスラを見ますと、えーっとですね、これ2017年のテスラの外気、GM ・フォードと比較したテスラの外気なんですけれども、 売上高はちっ,ぽけなん、まあ、ちっぽけじゃないですけど、まあ、117億ドルという形で GM ・フォードの1,455億ドル1,567億ドルのまあ10分の1以下であるとにもかかわらず時価総額でいうと、えー、フォードより上でまああの GM とどっこいどっこいとどっこいどっこいというか、まあ、2018、19、20になると、えー、さらにまあこのテスラがこう抜くに。 えー、至るわけけなんですけれどもということは、まあ、アマゾンも売上高はあんまりなかった売上高においては赤字だったけれどもこう、えー、時価総額においては非常に高いというのは、まああのー、非常に期待が大きいということですね投資,家投資家からの期待が大きいということなんですがこれはどういう秘密があるんだろうかという、まあ、テスラはあのこの国際軽視の第1回の講義の時に、えー まあ宇宙事業のところでこう話しましたけれども、え自動車事業についての話をちょっとえしたいと思います。まあまずその前に、その一回の事業でも一番こう関心の中でイーロンマスクというのがこうえ非常にこう現代の奇人巨人偉人なわけなんですけれども、まあ彼の計画というのはまああのどういうものなのかと、イーロンマスクがこう人類を救災救済するということをえ掲げておりまして、今のこう地球というのは人口は70億人を超え,え、まあ環境破壊が進み 化石資源が枯渇するようううなそういう人類の危機に瀕しているとそのためにはまあ最終的なソリューションとしては火星の移住しかないと彼は考えているんですけれどもしかしまあ火星移住ロケット実際今スペース X が進めているんですがそれが完成する前には時間が必要なので、えー、エレクトリックビークル車の実用化とクリーンエネルギーのエコシステム構築によって、えーまあ、その間を改善しようと。 そのために太陽光発電の会社のソーラーシティを買収しクリーンエネルギーを作る蓄える使うの三位一体を追求するということです。EV の場合ですと充電ということが充電蓄電これが課題になるんですけどこれも着々と進めているということなんですけれども実はこ、まあ、ちょっと人類を救済するとかちょっとこう 頭おかしいんじゃないかって感じもしますけれども、えー、やってることは意外にこう成功法というかこう経,営経営の戦略としては非常に合理的なあのことをしています。えー、例えばああ2006年にマスタープランでこれからこれあの多分株,あの株主にアピールするためにこれからテスラはこういうことをしますよといったのはまず第一に高級スポーツカーを作ると。これはロえー えー、そしてまあそ,のそ,の売りその高級スポーツカーの売り上げで手頃な価格の車を作る、えー、さらにその売り上げで手頃なファミリーカーを大量生産するとそしてその123の過程を通じて、えー、ゼロエミ,ミッションの発電オプションを提供するということこれはあの実はこの10年ぐらいで全て実現している、えー、ということになります。例えば、まあえー、一高級スポーーツカーとしてのロードスター 手頃の価格帯でもちょっと高めなんですけれども、えー、モデル S モデル X さらにそのファミリーカーとしてはモデル3と、えー、そしてまあゼロミあの発電オプションを提供するということで何、えー、ていうか、まあ、200年ぐらい2006年ぐらいだと、えー、10年後にはあのー、電,動電動自動車が走るっていうのが実用化されてちょっと信じられないというような感覚だったんですけれども,、えー、そ,れもそれを実際にまあ 達成したとということになりますねで実はその背景にはまあ彼の、えー、ちょっと軽視の講義っぽくなりますけれども、えーまあ、マーケティングの考え方があると STP セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングえつまりまあ市場をどのように切り分けてその中でどこにターゲットを絞り自社をどのように位置づけていくかということですね。えー で最初のまず最初の、あのー、ステグメンテーションというのはテスラの哲学に共感する富裕層というのは、まあ、この地球が危機に瀕しているとですのでこうクリーンエネルギーが必要だという、まあ、こういう強烈なこう、えー、テスラ、あのー、イ,ーイーロン・マスクのテスラのまあフィロソフィーというのをこれに共鳴してじゃあ、えー、それだったらこう、あのー、電気自動車高いけれども買いましょうかというそういうところをまずターゲットにするという方です。 それから高級、まあ、そのプラこの頃この頃はまあ価格も高かったわけなんですけれどもさらにプレイス流通としてはこれも先ほどちょっと話しましたけれども直営ディーラー網とインターネットというのはアメリカと日本ではディーラー網のディーラーのあり方って違うんですけれども日本の場合だと例えばトヨタでもトヨタ,トヨタの複数のあのえラー網を使っ トヨタカローラテンと,とか、まあ、いくつかのトヨタの中でも複数のチャンネルがあってあるいはそのマツダのディ、えー、D、ラー網であったりとか、えーあれですね、その日産のディーラー網であったりとかそういう,こうメーカーごとに組織されたディ、えー、D、ラー網っていうのがあるんですけれどもアメリカの場合はこうあのディーラーっていうのはこういろんな車種をこうと、まあ、GM 社とフォード社クライスラー社というの、えー、はああいうトヨタ車,あのトヨタ車 えー、トヨタホンダ社はどうなってるか知りませんけどもディーラーがまあ複数の車種を複数の会社のメーカーを、えー、販売しているということなんですけれどもそれからまあその、えー、直,直営のディーラーもとインターネットによって販売すると、えー、つまり、まあ、あのアメリカ式のこう、えー、雑多なディーラーを通さずに直営店とインターネットによるまあダイレクト販売 これはまあガソリン車に比べて部品が少なくオイル交換などのインベンタスが基本不要であるからこそまできるようになったとそしてプロモーションとしてはまああの何て言うんでしょうねそのトヨタの,あの CM 戦略というのは、まああの社長が頑張ってますっていうような感じを、えー、醸し出そうとしてるんでしょうけれども、えー テスラの場合ですと、まあ、全くこう、C. M. はうた、あの、テレビ C. M. を打たず。イーロン自らが、まあ、S. N. S. で、いろんなこう話題を振りまくわけですね。例えば、こう、あの、税金を払う、この、まあ、イ、ーロンは、まあ、あの。自分はお金を持ってないとて言うんですけど、まあ、すごい、こう、テスラの、こう、株式でいうと、まあ、巨額の。資産を持ってるわけなんですけれども、その税金を払わないという、こう、あの、人々からの批判に対して、じゃ、あの。 まあテスラの株10%ってそれで,それで,それをえで税金を納めるかどうかについて SNS 上でアンケートを取るとじゃあその SNS 上のアンケートでえーそれはまあ株を売ってその税金を払った方がいいっていうのはそれが多かったらじゃあ株を売りましょうとかそういうふうに常に,常にこう話題を振りまいてるえまあバ,ズまあバズってるあの経営者なわけですね。 でそういうような SNS でのこう情報発信というのが、えー、プロモーションのこう基軸になっているというところで言らても、まあ、既存の自動,自動車メーカーとは違うとそして、まあ、ちょっと p プ o p l e 7 p というのでそれを合わせて、えー、出てきているんでしょうかまど、あ、あのピープルどう,いうどういうふうな人材リクルートをするかあるいはどういうそのパラプロセス、えー直まあ、販売するかとかそういうようなことありますけれども、えーまあ、そういうふうに非常にこう得意な形でやっていると。 いう形ですね、まあ、もちろんあのその株価のこう結構上下動アップダウンが激しいですのでその場合によってその危機になった時には、えー、テスラっていうのは実はもうグ、えーグルの会長に、まあ、あの買収されるんじゃないかとかあれ中国に売るんじゃないかとかいろんなこう噂が流れるんですけれども、えー、ずっとこ,うこの10年間経営に関する話題の中心にこう位置づけてる会社になるわけです。で振り返り返ますと えーまあ、戦いの構図として,、まあ、てあのテクノロジー企業対、えー、ガ,ガーファガーファテスラ対、えー、それから、まあえー、GM、えー、フォードトヨタブロックスワーゲンそうしたこうあの、えー、構想ということと、えー、日本アメリカドイツ日本中国の国の、えー、一信をかけた戦いそして、まあ、第32層全ての産業と事業の領域を定義し,し直す戦いということで、まあ、こうしたまあ 車と都市っていうことをという人間の住まう空間をベースにした、まあ、IT 電気電子エネルギー電力決済、えーまあ、半導体通信というのをこう総合的なこう、あのー、国企業をめぐるこう争いっていうのが今進行しつつあるということですね。で、えー、大事なことは、まあ、あの今日、えー、もう少しだけ話をしますと。 まあもちろんこう今はこの,この20年間って非常に激しいあの激動期であることそれはまあ論を待たないんですけれども別に今それ以上今までこうずっと静かだったわけでもないということですね。えー、それはまあ,あの当然あのこのドラスティックな技術革新っていうのはえやっぱりこう馬普通の市民の足が馬馬馬力から自動車へこう一種のこうモータリゼーション社会になったということがあります。 これ自動車というのはまあ確かに一つの商品に過ぎないものなんですけれどもこの非常にこう特有の,この20世紀を代表する商品というのは単に一商品ということにとどまらない問題を含んでいるということになります。一方においてはまあこの 軍事力とということに関しても、まあ、第一次大戦第二次大戦と、えーまあ、モータリゼーションというこれを握った国というのがこれを握ったこうアメリカとドイツの戦いというのが非常に軸になって展開するわけなんですけれどももう一つこの、えー、それまでこうあのフォードシステムの以前というのは まあこの国際研修の中でもやってきましたけれども、えー、それまでのこう、えー、非資本主義の関係から、えー、まあ農業革命を経てまあ産業革命が、えーはまあ、あのイギリスで出てきたんですけれどもそ,こそれとは、まあえー、質を段階を異にするこうあの資本主義のこう、まあ、資本の蓄積というふうにまあ。 蓄積というのはこう簡単に言いますと利潤が発生してそれをもう一回投資するというメカニズムのことなんですけれどもそれとまあ生産のあり方そして消費のあり方というのが変わってくる展開していく中でレギュラーション理論という,こうあの理論調査があるんですがそれらによると代表的なフォーディズムとフォ,ードの考えフォードの大量生産方式とトヨタのまあ商品 大量生産方式とトヨタの商品種多量生産、多品種少量生産ね。 えまあ、器用な組合えー、とまあ、フあの。 アメリカと日本アメリカと日本違いということもありますけれども、えー、アメリカの GM とかフォードにおいてはこう、えー、大量生産方式の特有のやり方、まあ、これ、あのこれ来週もう一回改めて説明しますけれどもそれが業種別組合なんですね。えー、同じこう、えー まあ、あの熟練熟練校でもいくつかの職種があるんですが。それの組合の連合体なわけなんですけれども、そういうのとは違ってトヨタシステムというのはこう。企業内組合でえー、まあ、労使協調型の、えー、こうろまえ、あ、使用者側使用者側資本家側と労働者側っていうのがこう。協調しながらあるいはその9。あの。 クオリティコントロール、ですね、まあ、QC 活動などをしながらこう生産性を高めていくと、これはまあ全く違うものであるということをこう言ったのがこうレギュラーシアリオン利用、ボアイエとかの,、まああのトヨタシステムに対する見方ですね。ですので、今はこうさらに新たな段階入っているんですがまずこのフォードシステムとトヨタシステムの違いということが重要になるわけですで特別の商品としての自動車と。 まずは産業用の輸送手段として初期は鉄道輸送それからトラック輸送の発達とそして1950年代のハイウェイネットワークが建設され産業用個人用とも自動車が鉄道よりも重要になってくると輸送インフラが19世紀の鉄道輸送から20世紀の自動車輸送に転換していきビッグビジネスそしてフォードと GM が台頭してくると。 初期の自動車というのはまあ鉄道金持ちの道楽もので、えー、値段が高くまあスポーツレジャー用になっていったのが、えー、正規転換期からまあ一般大衆のための乗用車が、まあえー、構想されるようになると。 そしてドミナントデザインというその産業における試行錯誤的な製品改革革新の中で出来上がった基本形としてフォード T 型ができてくるこのドミナントデザインというのは非常に大きな問題でして先ほどの航空機の事例でいうとボーイング707というのがその後の旅客機の一番モデルになるということになりますでそのテスラの場合ですとテスラのモデル3というのが ちょっとまあロードスターっていうのがまあ,あの何ちゅうかこれの初期のこうスポーツレジャー金持ちの道楽物に道楽物にすぎないすぎないというかすまあそ,ういうそういう特徴を持ったものなんですよ。そこからこう本当にこうあのモデル3っていうのがテストモデル3っていうのが普及するかどうかこれがモデル3っていうのはフォード T 型に匹敵するようなヒットになるかどうかっていうこれがまあ課題になるかと思います。でまあここのののンリーーフォードのこ テスラのこうモデル S とかモデル3とか考えてますと実はこの頃のこの19 20世紀初頭のフォードの試行錯誤っていうのは非常にこうあの参考になるですねちょっとだからこの授業の中でこう現代編と歴史編を往復しながらやってますけどそうしたところで結構こう歴史編っていうのも現代の経営に示唆がサデスチョンがあるんじゃないかなというふうなところもあります。 えー、1903年、えー、ヘンリー・フォードは、えー、あのフォードモーター社を設立しモデル A に始まりさまざまなモデルをし試した後、最終的にモデル T を生み出しますモデル T のは黒色箱型のみで部品も一種類とそして単純化によるコストダウンが可能になり同じものを量産するという規模の経済と互換性部品に基づくアメリカ的生産システムを結合しました モデル T の量産のために1914年にハイドパーク工場を建設しベルトコンベヤによる流れ作業のラインの生産を方法を提起します。このベルトコンベヤによる流れ作業のラインの生産の方法として自動車の組み立て時間を12.5時間から1.5時間へ劇的に減少させます。そして価格は1908年の850ドルから1915年の450ドルと、まあ、半分になるわけですね。 ですからまあこれはモデル3もこう、まあ、ま,だまだ手が届かないというところ今そのモデル3というのはこう手が届かないというよりもちょっともうちょっと電池の供給にこうちょっとした不安があったりとかいうようなことがまあネックになっていると思いますが値段的にはもう折り合えるところにあ降りてくると思います。 さらに、もしそのガソリン車より、こう、テスラ車の方が安くなってきたら、一気に、こう、需要、あの、まあ、人々が、こう、テスラ車を買うようになるかもしれないというふうに思います。アバナシーという計画者は、産業は、一時製品革新の幼年期から、ドミナントデザインの確立、そして、プロセスイノベーション、成熟期、衰退期に行くとえ仮定しています。で、フォーディズムっていうのは、まあ、これが、まあ、あの、フォーディズムの、えー、 メカニズムで消費者にとってはまあ安価で質の良い故障しない車を供給し労働者には高賃金を提供し株主・支援者には高配当と高報酬をまあ与えるとそしてまあシンプルなモデルを量産し生産性を上げコストを下げ、価格を下げるそのためにプロセスイノベーションが必要になるということです。 ヘンリー・フォードとフォーディズムとして1919年にはリバールージュ工場を建設し素材,の素材の交番やガラスまで実施し、まあ、垂直投を極度に推し進めるそして労務管理に関しては高賃金と短時間労働ということでデトロイトの,、まあ、その自,動車自動車の街であるデトロイトの熟練工は通常日給23ドルだったのに対してフォード社で働くと5ドルであると。 そしてまあ時間あの労働時間数も9時間からデトロイトの表示の9時間から8時間にその代わりまあ無貯国無時刻無欠席態度力を求め日曜日に教会に行くなどまあ思想的にもまあコントロールしようとするわけですねそしてまあ労働組合であったりとかまあ銀行というまあ経営に干渉してくる存在をすべて排除するということになります。 しかし、モデル T の不振不振として、時代とのずれとして、1920年代後半になると自動車市場の需要はその性質を変え、従来は農村のガタガタ道を通る、走る、堅牢さを求められているのに対して、都市化の進展により、需要は大部分都市、舗装されているため、農村ほど堅牢さを求められず、そういう都市需要に行ったことと、開会需要として、心理的に今持っている車よりグレードアップした車を求めると。 しかしまあフォードにはモデル T しかないためフォードのシェアは1924年の50%から27年のまあえー55%に低下していきます。それですねこれはあの先週まで話したスローンの話ですけれども、え。ー GM はマーケットセグメンテーションとお,お金持ちのキャ,ビキャデラックから次の,のビューイックさらにオークランドオールドモービズそして大衆車ボレーと誰の財布にもあった車は良いとここでまあちょっと先ほどのことあのテスラの戦略を思い出してもらいたいんですけれどもテスラもまあ3品種なんですけれどもこうした GM のマーケットセグメンテーションということを基本的にまあ維持していると踏襲しているということが、まあ、あのやり方でして あるいはそれが本当にこのトヨタが30種も投入するというのはむしろ分かりにくいんじゃないかということがあります。1920年代というのはさまざまな需要に合わせて市場の多様化が起こっていたと製品の再開戦略を取る必要があったということですね。 フォードはまあモデル A というまあファミリーサルン化を当時して一時的には成功するんですが、えー、結局まあ GM も対抗することによってフォード対,フォード対、えー、GM の、えー、争いになります、えー、GM はまあミニー学化のフルライン戦略、えーまあ、先ほど言った STP ですねマーケットの細分化に対応した製品市場別に車を用意し2、えー、次としてはまあ先週お話したようにリポに習って事業部制を取り入れキャデラック事業部などの車種別事業部制を確立し 販売面でもフォードのようなディーラインの仕込みの販売を避け、GMAC、えーまあ、自動車ローンの会社を設立すると。そしてまあソロン、組織人としては、えー、スローンはまあヘンリー・フォードと違い、専門経営者、えー、支配的な株主をったないリわれ経営者として、マーケット・セグメンテーションにふさわしい戦略を実行し、それに適合的な組織を確立し、多額化戦略との事業不正を進めたと。まあ、スローンに関してはまああのい,ろいろこの テスラというのはあのものすごいこう違うことをやっているように見えて実は GM の、まあ、イーロン・マスク人類を救済,救済するか、まああの偉人・変人・偏人,人のようなことを言っているように見えて。 やっていることとしては、車種の構築、車種のこう先手マーケットセグメンテーションであったりとか、あるいはその生産方式ということのディーラーもの管理とか、そういうことに関しては、非常にこう正当的なこう GM、フォードのやり方っていうのをこう踏襲してると、ここら変がやっぱりこうテスラの,あの素晴らしいということなんじゃないかというふうに思いますまあもちろん今後、テスラはいくつかの試練を受けることはあるかもしれませんけれども、そういうところでえ何いうか可能性あるんじゃないかなと思います。 先週はデュラントから GM のスローン先週まあデュランの買収戦略からそれが GM が行き詰まった時にデュポンの助けを借りの資金的援助のもとでスローンがまあ リボン社の ROI 中心の事業部制を導入することによって再建したというところもでやりましたけれども今日はこのフォードフォーディズムまでやりましたと。 次回はじゃあ、えーまあ、フォードシステムと区別されるトヨタ放産生産方式ってはどういうところがあるのかと、そしてそこのあの今後の、えー、自動車のメガコンペティション、こうしたメガコンペシューの中で、えー、日本企業にまあ生存可能性はあるのかということに話を進み、えー、それから、まあえー、こちらですね、エレクトロニック産業、えーまあ、フォード GM からトヨタ、ガーファ、ファプラステスラ。 というとこがありましたけれどもじゃあもう一つエレクトロニクス産業というところで IBM と GE というのがどういうふうな経営の特徴を持っているのかということからそこからマイクロソフトインテルというふうに主役がどのように後退したのかさらにはそのマイクロソフトインテルすらもオーバーラップする塗り替える形でガーファテスラというのは特にガーファ a f a はどういうふうなエレクトロニクス企業としての特徴を持っているのかということを えさらにはまあ半導体の,半導体のえまあ日,米日米中え台湾のまあえ産業覇権のこう推移ということについて話を自然体としてえ14回までにえまあ歴,史と歴史と現在からえまあ日本の企業はこう米欧中の大競争時代に生き残るかということについての一定のこう結論を持ちたいというふうに思います。ちょっとこうえですね ちょっと、まあ、あの、企業分析論に関しては、ちょっと、こう、積み残しになってますけれども、まあ、あの、このような課題について、まあ、あの、つまあ、この、ここの。示した課題については、十四回までに、えー、お話しし終えたいというふうに思っております。えー、今日の企業、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。